こんにちは、スタジオ三村です。今回の動画は西武立川駅から徒歩3分、玉川上水沿いに構えるラーメン屋さんの UMA つけ麺に行ってきました。訪れたのは9月頃で、6時になるともう辺りはすっかり暗くなってしまっていました。ですが、美味しそうなラーメンの香りに誘われ来てしまいました。店舗はコンテナ型で、まずは食券を購入し、子供も一緒でしたので外のテラス席で食べさせてもらうことにしました。こちらは極 UMA エビつけ麺です。小エビを練り込んだパイ生地がつけ汁の器の上に膨らんでいます。こちらはタイラーメンです。スープはタイのだし汁を存分に感じることができ、細麺との相性が抜群でした。パリパリとしたパイの表面を開けてみると、濃厚なエビのスープが現れました。エビの濃厚な香りもしてきます。麺をつけ汁にダイビングさせ、しっかり絡ませてからいただきました。ホリ系のスープにエビの風味とすべすべっとした口当たりで、コシはかなりしっかりした噛み応えのある麺を味わえました。別皿で提供されるトッピングはチャーシュー、ネギ、メンマだけですが、パイのインパクトが強く物足りなさは感じられませんでした。今回も動画を見てくださりありがとうございました。